久しぶりのデーゲーム、気候もよく皆さんピクニック気分ですね。まあ、赤はもちろんですけど、今日は水色のユニフォームも多くいますよ。気合の入れ方が違います。特別な一戦になりますので、釜玉もね、今はもう負けられない戦いが続いてますんでね、勝ちたいです。香川のプライドと誇りを胸にやってきた瀬戸大橋ダービー、ここまで2勝釜玉アレさぬき。一方、対戦成績で一歩リードしている我らがファジアーノ岡山、まあ、負けられないというか、まあ、勝たないといけない相手だと思うんで、まあ、ぜひもう勝ってほしいです。ファジアーノにプレーオフ進出目指して頑張ってほしいです。このダービー、何としても笑顔で終える。そんな特別な一戦でスタジアムにできたこの行列は何？うどんに並んでる。うどんなんとこの日は香川県の粋な計らいでさぬきうどんを300人にプレゼント。ファジフーズのコーナーにもさぬき戦限定のうどんメニューが登場。やっぱり香川といえばうどんということで、さぬきうどんとかけましてファジアーノと解きます。その心はどちらも生地が大事でしょう。お後がよろしいようで。J2 第34節プレーオフを目指すファジアーノと降格争いを出したい釜玉アレ、8度目の瀬戸大橋ダービーです。試合は0対0のまま後半へ。シーズン終盤に入り、怪我人の相次ぐ復帰が頼もしいファジアーノ。この日も17番パク・ヒョンジン選手が7試合ぶりの復帰。フリーキックのシーンでは直接ゴールを狙います。惜しくも相手の好セーブに阻まれましたが、得意の左足は健在。写真で撮ってもシャルカン벽은넘겼지만コースが좀안좋아서좀아쉬웠다。対する釜玉アレは昨シーズン16ゴールのフォワード原選手を投入。鋭いフリーキックを見せますが、我らが守護神一森選手がセーブ。両者得点なく迎えた後半36分でした。ファジアーノのバックパスを狙っていたカバカマーで原選手がボールを奪ってシュート。ファジアーノ一瞬の隙を突かれて失点します。もう自分のミスですね。名誉挽回とばかり放ったアディショナルタイムのヘディングシュートも枠を捉えず。8度目の瀬戸大橋ダービー、ファジアーノは釜玉アレに敗れました。こういうゲームは見ての通りミスした方が、やられるか、まあ、それがね、ファジアーノ岡山に出たっていうことは、まあ、自分たちのしない方が悪い部分と、まあ、そういうところで押し込まれましたけど。この日の失点シーンを振り返ると、ディフェンダー篠原選手からボランチ関戸選手へのパス、そのリターンを釜玉アレに奪われました。実は前半からディフェンダー篠原選手の出したボールを釜玉アレに奪われるシーンがいくつかありました。ダービーに向けてファジアーノのサッカーを徹底的に分析したことを釜玉アレの北野監督は試合後に語っています。岡山さんのゲームも何試合も何試合も見て、ある一つの約束事っていうか、そういうところは、発見したんで、まあ、その守備のトレーニングはしました。釜玉アレの戦略に敗れたファジアーノ、その悔しさを胸に明日こそはホームで久しぶりの勝利を飾ろう。 CM の後は動き出した取り組み、ファジオーカーって何？JR 岡山駅からシースタに向かう道路、ホームゲームがあるときにはこのようにユニフォーム姿のサポーターの方が歩いて向かう姿がよく見られます。今このようにスタジアムに歩いていこうという運動が進められているんです。歩いて行こう、その名はファジウォーカープロジェクト。9
クラブと岡山大学などが始めた取り組みです。スタジアムを訪れるサポーターに自動車ではなく徒歩や公共交通機関での来場を呼びかけています。渋滞の緩和が一つの目的としてあるんですけれども、あとはですね、周辺の駐車場問題ですね、迷惑駐車とかそういう問題もありますので、そういう問題も緩和したい。シティライトスタジアムは国道53号線沿いにあり、もともと渋滞が多い場所です。その渋滞がファジアーノの試合の日はさらに伸びるというのです。岡山大学がある日の試合で調べたところ、半数以上が車で来場していました。しかし、歩いていくのは大変ではないですか？いや、あれぐらいだ、ちょうど運動がてらにいいです。やっぱりちょっと渋滞するところあるんで、私は JR 利用できるんで JR 使うようにしてます。シースタは岡山駅に近く便利がいい場所。そこでプロジェクトではアンケートを行い、どうすれば公共交通機関を利用できるか考えてもらっています。協力者には特製のバッジもプレゼントしています。当面は自動車利用者の1割ぐらいの削減を考えています。プロジェクトのもう一つの狙いは街の活性化。岡山駅とシースタの間には高官庁商店街などがあります。ホームゲームの日は赤に染まるこのファジロードがにぎわえば、サッカー観戦の新たな楽しみも生まれます。スタジアムに来て車ですぐ帰るんじゃなくて、例えばその宝冠町商店街周辺とかに寄ってから帰ろうかなっていう、そういう風になってほしいという思いがあります。試合が盛り上がり、街も盛り上がる、そうなれば言うことなしですね。今月はファジアーノ岡山のマグカップを10人にプレゼントします。